食べて痩せる美味しいおやつお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げています。ぜひ受け取ってください。それでは今回のテーマは食べて痩せるおやつということで、まずは1つ目の項目、なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかということについてお話ししていきます。痩せるおやつのポイントというのがやはりねあるんですよね。主に2つあります。1つ目は腸内環境を整えてくれる材料がもうそもそも使ってあるからなんですね。そうすると腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが増えて元気になって、どんどんいつまでもあなたの腸でですね成長してくれて、住み着いてくれるということになるんですよね。そうするとあなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。なぜかというと善玉菌たちが欲しがる餌がイコールあなたが食べたくなる食べ物ということになるんですよね。逆にデブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがもしあなたの腸内にたくさん住み着いてしまっているとしたら、あなたはねどんどん太ってしまう。なぜかというとあなたがお悪いというよりはあなたの腸内細菌が悪いわけですよね。デブ菌たちってですね、もう甘いものとか脂っこいものとかそういった太るものが大好物なので、食べろ食べろってねあなたに実はね命令してるんですよ。そうしてあなたの味覚が異常になってしまって、なんかこんなものばっかりね食べてしまうんですっていうねパターンに陥らないためにも、まずは痩せ菌たちを増やすものを食べましょうねっていうことです。そしてポイント2つ目は無添加であることですね。これとっても大事です。いくら材料が良くても味付けに添加物がたっぷりと含まれていってしまってはですね NG です。それはダイエット向けではないんですよね。例えば化学調味料、香料、人工甘味料、合成着色料などなんです。で、以前こういった私がこの動画でお伝えしているこういった内容を知らなかった方からですね、先生知りませんでした、私体にいいと思って食べてたのにもうこの材料全部入ってたとかね、もう残念な結果になる方って案外ね多くいらっしゃる。ご存知ないだけなんですよね。リスクです。知らないっていうかリスクなんですよ。なので賢くなる必要があるわけですよね。で、私のこの動画をねご覧いただいている方から、先生のその動画おやつ動画ねすごく楽しみなんですってその方おっしゃってくださってて、わあ嬉しいとかねお話ししてたんですよね。今日もサロンにお越しで。で、その方がおっしゃるには、以前こんなこと知らなくって、もうとにかく添加物たっぷりのおやつをね結構食べてたとおっしゃってたんですよ。だからやっぱ調子悪い、太るということで、なんでかなと思ったら原因がここだったってことがお分かりになったんですよね。なので以前はコンビニ行くとあれもこれも食べたいと思って買って食べてたのが、今どうしてるかっていうと、先生私必ず買う前に原材料名絶対見るんですよってねおっしゃってくださるんですよね。それであやっぱり生えてたなってだんだんね分かりだしたっておっしゃって、私ももうねここまで来るとですね、もうパッとそのキャッチコピーを見ただけでもう分かりますね。味付けとか見ただけであこれはもう人工甘味料入ってるなとか、ね、やっぱ分かっちゃうんですよね。でもそんな域までね達する必要もないんですよ。見ればいいだけですからね。ちゃんと原材料見てあこういったの悪いの入ってるなと思ったらそういったものは買わないっていうことですよね。で、その方が最後におっしゃったのはかっこいいんですよ。先生って世の中の女性は太りたくないけど食べたいんですってねおっしゃってたんですよ。もうその通りですよね。あるあるじゃないですか。もうすごく共感ですよね。女性ってやっぱり私たちね食べるの大好きですよね。特に美味しいもの大好きですよ。でも食べたいけど太りたくないですよね。なのでその方はね、そういった女性の永遠のテーマをですね、もう多くの女性の方をこう代弁してねおっしゃってくださったっていうねことが今日あったんですけれども、でもすごくね嬉しかったです。その方は私がお伝えしたことをもう実践してるっていうか、そこがね素晴らしいですし、あなたももうすでに私の動画をご覧なさってる方だと思うので、もう毎日ねチェックしてくださってると思うんですね。なのであなたも私とぜひ一緒にね原材料は必ずチェックして購入するようにしていきましょう。では2つ目の項目です。何を注意すれば痩せるおやつとして選ぶ力がつくのかということで、今回も簡単にですねポイントだけお伝えしますね。まずはあなたが日頃選ぶおやつの中に化学調味料が入っていないものにしましょうです。これは調味料アミノ酸などと書いてあるグルタミン酸ナトリウムが入っているおやつは NG です。それを本当はね化学調味料で書いてくださればいいのに書いてないからですね、調味料アミノ酸などと書いてあるものを避けるようにしましょう。そうしないと結局腸や肝臓などに負担をかけてしまって、もうどんどん太っていくっていうそのね原因になりますから控えていきましょう。そしてもう一つは人工甘味料を使っていないおやつにしましょうです。なぜかというと、なんて書いてあるかというと分かりやすいのは、例えば糖質オフとかノンシュガーですよ、カロリーゼロですよって書いてあるのに甘いっていうねおかしな現象が起きているおやつです。これは不自然なんですね。甘いということはカロリーがあるわけです。本当は自然界のものだったらですね、なのに人工的に作ったものっていうのは甘いのにカロリーが取れないんですよね。これは不自然なんです。このような不自然なものを食べてしまうと脳がおかしいなって、こんなに甘いものを食べてる割にはなんで生きるためのねカロリー取れてないのって、危ない危ないって、もっと食べようねって言って、あなたにですねもっともっと甘いものを食べろ食べろって命令するようになるんですよ。なのであなたがもしダイエットしてるからカロリーを取りたくないと、もちろんそうですよね、カロリーオーバーは太ります。なのでじゃあドリンクにしてもおやつにしてもカロリーカットオフゼロっていうね選んでわざわざ買って飲んでらっしゃったり食べてらっしゃったりしてる場合は、逆にもっとあなたはどんどんこれからも甘いものがやめられない、止まらないになってしまいますから、気をつけていきましょうね。では3つ目の項目です。どのようにそのおやつを食べればよいんでしょうかということで、今回はカルディさんで選んできました私のセレクトをですねトップ3でランキング形式でお伝えしていきたいと思います。ではまず第3位はこちらです。はい、ドリアンです。といってもね生のドリアンじゃないんですよ。これはルリオさんっていうね会社が出していらっしゃるドリアンチップスのソルト味になります。で原材料はドリアン、食塩、植物油脂ということで、ここにねまたこれいいなと思ったのは、原材料名ってこの商品を作る上で一番量が多い順番に書かないといけないという決まりがあるんですよね。なので今読み上げたのが、もちろん入っている量が多いんですけれども、このねパーセンテージがわざわざね書いてくださってて、ドリアンが全体の 93% で食塩が 5% でオイルはたったの 2% しか使ってませんよってね詳しく書いてあって、これ安心と思って、ここがね例えば食塩が 50% とか言われたらね、どれだけ塩使ってるのもうってね多分なると思いますし、塩分気になりますよね。逆にオイルが 50% なんて言われたら1枚つまんだ半分がオイルかと思うと、もうちょっと食べる気にならないなと思うんですけれども、これはもう 93% がドリアン、フルーツでできているということなんですよね。でこちらはですね原産国がタイです。ほほえみの国タイランドのねおやつなんですけども、ちょっとね開けてみたいと思うんですけど、ちょっと香りがねドキドキしながら、よくドリアンってですねそのフルーツの王様といいますかすごく有名ですよね。それでちょっと見ていきましょうか。ドリアンですね。食べる前にですね試食の前に痩せ効果ですね。ドリアンまずねあなたの腸内環境を整えてくれるんですよね。このドリアンってすごくね食物繊維がね豊富なんです。なので結局デトックスができるっていうのと、食物繊維を取ることで脂肪燃焼効果がアップしたりとか、食欲を抑えてくれる効果もありますし、血糖値の急上昇もねもちろん抑えてくれる効果もあるんですよね。そういったことが重なるとやっぱり代謝が上がるっていうのと、あとこちらはドリアンってすごくビタミンやミネラルが豊富な、要は栄養価の高いフルーツを、しかもドリアンチップスということでね油で揚げてあるんですけども、果物の王様ドリアンを手軽に味わえる。確かにそうですよね。ドリアンなんて手軽に買えないですよね。だから本当だなと思って笑ってしまったんですけど、クスクスって。でパリパリ食感のチップスです。素揚げすることで特有な香りが少なくなっています。やっぱり苦手な方、匂いがね、お花が効き方とか辛いと思うかなと思うんですけど、まあ、なんかねそのイメージは、まあ、チーズとバナナが混ざったような独特な香りっていうのをねよく聞きますけれど、ちょっと開けてみましょうね。さあね、私も開けてみたいと思います。あ、なんか全然臭くないですよ。臭いとかってドリアンがかわいそうですけど、全然臭くないです。でね、これくるんですごく薄くなってまして、もうドリアンどうしたのっていうぐらい2分の1ミリぐらいですかねっていう場所もあるぐらいすごく薄いチップスです。わー、なんかね何度も嗅ぎたくなる香りなんていうの、癖になるみたい。ではいただきます。すいません、ちょっとこのちっちゃい方にしていいですか。私よく噛まないと飲み込めないで時間かかってしまうので失礼します。ちっちゃい方、パリッパリです。ポテトチップスみたいです。甘くないんです。甘くない、ソルトですからね。なんて言うんでしょうね。ほんとポテトチップスのもっと濃ゆい感じ濃ゆいといってもなんて言うんでしょうか、コクがあるポテチみたいな感じですかね。おいしいですよ。あ、これはですね、やめられない、止まらない的なタイプの味なので、もちろんね1袋 60g 入っていまして、エネルギーがね 320kcal あるんですよ。ちょっと高めです。もちろんオイル使っていますし、ドリアなので、そうですね、この量だと3回ぐらいに分けて100キロカロリーぐらいに抑えたらいいかなって思いますし、こちらねコレステロールもねゼロなんですね。なので安心して召し上がっていただけるおやつ3位にドリアン選びました。では続いて第2位はこちらです。はい、じゃん、干しバナナドライドバナナって書いてますね。これ同じくタイの国からなんですけども、これすごいのがよくバナナのこういった乾燥したお菓子類ってバナナチップスって多いと思うんですけども、あれはやっぱりね油で揚げてありますし、ちょっとね高カロリーかなと思ってなかなかで、また味付けがね余計な砂糖とかが添加物として入ってるとやっぱり残念だな、ちょっとあんまり食べたくないなって思うんですけども、こちらはなんと原材料名みたいですね。バナナだけでできてるんですよね。でまた見た目もすごく見えますか、これ可愛いんですけども、ほんとバナナが1本丸ごと干しされた後のキャンディーみたいにこうね包まれているんです。ちょっとバナナのねまず野生効果をお伝えしたいと思うんですけども、やっぱりバナナって生のままでも美味しいんですよね。ただバナナって傷みやすくないですか。で私も一房とか買っちゃうととてもじゃないけど全部食べきれないんですよね。た時にちょっとやっぱり持ち歩きにもちょっと腐りかけたりとか匂ったりすると気になる時に、この乾燥バナナすごく便利だなと思って手に取ったんです。でやっぱりバナナも先ほどの、ドリアンもそうなんですけども、やっぱり果物って腸内環境を整えてくれるんですよね。でまた食物繊維が多いから血糖値の上昇も抑えてくれるっていうことと、あとバナナの特徴はやっぱオリゴ糖が多いので、オリゴ糖ってやっぱり腸内環境を整えるとってもいい材料になるんですよね。痩せ菌たちが住みやすい、ここ最高っていうね、こういう状況を作ってくれるものなんです。でまた便秘改善にもなりますバナナですね、すごく良いのでデトックス効果も高いおやつとしておすすめしたいと思って選びました。では早速開けてみたいと思います。なんかねテープが、金のテープが貼ってあるのを取りますね。これ私前別動画でこのバナナのね乾燥タイプのドライシートになったバナナがなんとペローンってねガムみたいになってしまったというねおやつもご紹介したことあるんですけども、これはそうではなくって、本当にバナナの皮剥きますよね。でバナナの皮剥いた失礼しました、バナナがそのままほらキャンディーみたいに包まれているんですって、香りがあ、すごいドライフルーツ独特の香りとか、すごくこう濃ゆくなるじゃん、強くなるじゃないですか、ドライになると。そんなバナナの、あ、すごい、あ、干されたんだなっていうね、バナナちゃん干されちゃったのねって、もうしょぼしょぼになってしまってますがね、まあ、見た目はしょぼしょぼですけどね、中身はすごいんですよ。やっぱドライになったことで栄養価もぐっと上がりますからね。ではちょっとね、つまんでいただきたいと思います。柔らかいです。よくドライフルーツカチカチになっちゃうのもあると思うんですけど、めちゃくちゃなんか練りようかんみたいな柔らかさ。いただきます。もうね、バナナが凝縮っていう味がします。まあ、当たり前なんですけど、でもなんて言うんでしょうね、こう生のバナナのもう何倍も濃ゆい、濃ゆくした感じ、味付けしたんですかっていうぐらいこう甘くて濃ゆくて美味しいですよ。よく噛んでいただくと、なんて言うんでしょうね、こういうやつよくありますよね。こういったこうドライフルーツを固めた棒状のおやつって、よく海外とかはね、よく多いと思うんですけども、ああいった例えばデーツバーとかこうバーになってる、あんな感覚で召し上がることができる美味しい干しバナナでした。では第1位はこちらです。はい、夏目になります。で、こちらね、ハングル文字が書いてあって、その原産国はやっぱりね、ご存知の通り今大韓民国って書いてます。韓国ですよね。で、乾燥ナツメということで、原材料名はこのナツメだけでできています。やはりもうこれこそですね、完全無添加おやつですよね。先ほどのこの干しバナナもそうなんですけども、3位のドリアンはやっぱり味付けしてありましたよね。でも第2位とこの1位はもう完全無添加、もうこの原材料はもうたった1つだけでできている、もう素朴な味わいのやつになりますので、おすすめとしてナツメを1位に選びました。で、こちら1袋あたり 40g 入ってまして、エネルギーが 154kcal で、タンパク質まで取れるんですよね。やっぱりおやつでタンパク質が取れるってすごく大事。なぜかというと、腸を作っているその元はタンパク質ですから、そこをしっかり取ってあげることで腸もしっかりと、まあ、活躍できるってことになりますよね。で、ナツメとよく先生、ナツメ味って同じなんですかっていうね、コメントもいただくことあったんですけども、別です。ナツメヤシっていうのはデーツのことですよね。茶色いプルーンみたいな感じの。で、これはナツメなので、赤い実の方です。このお写真見えますか？ここ赤いラストが書いてある、赤い実がナツメの方になります。で、ナツメのそのダイエット効果なんですけれども、まあ、ナツメ生の場合は結構味とかつけてね、召し上がる方も多いみたいなんですけれども、今回は乾燥したねナツメなので味付けはゼロです。で、ナツメもやっぱり腸内環境を整えてくれるフルーツですし、食物繊維が豊富なことであなたのその血糖値の急上昇を抑えてくれたり、またその食欲もね抑えてくれる効果もあるんですよね。で、またタンパク質が取れたり、まあ、鉄分も豊富なので、まあ、私たち女性にとっては嬉しい効果ですよね。で、私も娘も結構ね貧血気味なんですよ。まあ、普通の一般的な数値に比べると貧血気味ってやっぱりよくね言われるんですけども、本人ね、私も娘も全然そんな症状ないんですよね。至って元気なんですけども、病院に行くと、まあ、必ず「ちょっと貧血気味ですね」とかね言われちゃうので、まあ、気をつけてはいます。やっぱり体質もありますから、人と比べてどうのっていうよりも自分にとってどうなんだっていうところで私は軸を持っているので。そこでやっぱり鉄分もしっかり取りたいなと思って、こういったおやつを使って取るようにもしてますし、娘のJK のね高校3年生の娘が一人娘いるんですけども、娘の学校に持っていくおやつにもこういったドライフルーツをねタッパーに詰めて持たせたりしてます。そしてむくみ改善効果もあるんですよね。しっかりカリウムも入ってますから、キュッとね見た目も水分代謝を良くして、キュッとね細くなっていただきたいなと思って1位に選びました。では早速開けてみましょうね。こちらだけはですね、ちゃんと保存用のジップがついているので便利ですよね。先ほどの3位と2位のおやつはちゃんとね量を守りながら食べ過ぎないようにですね気をつけていきましょうね。保存はちょっと上手にしていきましょう。さあ、どんな中身でしょうか。ナツメはねやっぱり健康にもいいっても有名ですもんね。お、の音聞いてお分かりになりますよね。プラスチックみたいな音が軽いなーっていう。ナツメヤシがナツメがこんなになっちゃったっていう、この多分丸ごとって私イメージしてたんですけど、ナツメのそのまん丸い実をスライスしてますね。なんていうのかな、ちくわみたい、ちくわの薄切りがなんかドライになっちゃったみたいな、そんな感じですね。ちょっと食べてみますね。いただきます。なんでしょう、これは今まで食べてきたそのドライフルーツとは全然違う。全くしっとりしてないんですよ。今私が噛もうと聞かれましたよね。サックサクサックサクのビスケットみたいですね。クッキーじゃなくてビスケットの方の硬い乾パンとかあんな感じですかね、食感が。美味しい、ね、ほんのり甘みもあって美味しいです。これはほんとちょっとね、小腹が空いたなとか、ちょっとエネルギー補給したいなっていう時に、ついつい今までだったらミニサイズのケーキとか食べちゃったり、どら焼きとか羊羹とか手が運んでた方には、代わりにちょっと補給したいな、しかも腸内環境を整えてくれる材料のナツメですから、これはねおすすめですよ。ぜひあなたも食べ過ぎないように、この量もそうですね、3回ぐらいに分けて召し上がると一番いいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエットにおすすめの美味しいね、食べて痩せるおやつ3つご紹介しました。適量を守りつつですね、あなたの日々のダイエットにぜひお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。